もう短い話が基本でございます。天井は薩摩のうずら木目でございます。天井はさつまいもとうずら豆でございます。一応食べてる。わあ、おじさん、これ小さい牛かな、これ。与太郎、これは犬だ、犬か、これ初めてライブ来ましたか、皆さん。面白いでしょ。一人の人間がね、こっち向いたり、こっちを向いたり、ね、いろんな方向を向きながら、一人の人間が、おじさんになったり、与太郎さんになったり、ね、いろんな登場人物になって、最後にオチを語る。これが落語ですね。落語というのは、やっぱり最初はね、みんなそうですけれども、いきなり、僕らも落語を教えてくれるわけじゃないんです。それからもう一つね、今この庄屋お兄さんが落語やる時に使ってた道具があるでしょ、これ。こういうやつね。白い生地にこうやって描きます。手に持っているものが、こういうものです。こう糊を置いていく、それがちょうどその写真です。そこで糊を入れて、糊を入れてこうやって押さえながらこうやって引いているのがこの2番目の絵です。大きい新紙と短い新紙と貼ってあります。この長い方の新紙のこう待ってこう持ちます。右利きの人は左手で、左利きの人は右手で持ちます。いきなり端っこよりも真ん中辺からこうやって乗っていってください。濡れてるうちにやれば滲んでいきます。で、乾いてやれば滲まないで、でも色は乗ります。こういうのも面白いかもしれませんね。これちょっと1枚しかないんで、ちょっと見せて。リンゴみたいな形してる。これ全部一つずつこうやって手で穴を開けて。すごい。
これはね、1人前になるのにはね、10年かかるよ。この型掘る人も1人前なのには、この型掘るのも10年かかるよ。はい、これも壊すんで、ほら、ね、合ってないでしょ。この型紙は前と後ろを合わせないと着物にならない、ね、はい、もうこれでいかないので終わりです。はい、持ってってね、自分のところに持ってってね、そうそうね、つけないようにね、紙の新聞紙に乗って金、そう、おじさんの好きなやつ、ボタン、ボタン、はい、どうぞ。はい、持ってっていいよ、それ。はい、どうぞ。これからだ。そして左手使い、人形の左手を使ってこう使っていきます。大丈夫。はい。でこの紐を持ってこれでちょこっとだけぐるっと歩いてください。そうそう。こういう風にして。必要な時に親指で持ち上げてちょっとだけこう引いていきます。で、はい、か、そうです、そうです。はい、これを持ち上げて、はい、こっちを見た。ところが人形だとパッて切るとパカッと割れてへってこうなるんで、はい、1、2、1、2、3、4、5人、じゃあちょっと車にちょっと座ってください。よいしょ。じゃないとですね、後ろ引きずって後ろにこけてしまいます。車の中の真ん中の、はい、後ろへ下がります。ちょっとだけ後ろへ下がりましょう。はい、じゃあ人形は左のところから穴が開いてるので、ここから左手入れます。みんななんでこうやって手を挙げてるんだろう。はい、今度逆、こっち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 、回って回って回って、はい、こちら。おや、ここはどこだ。俺一体どうしたんだろう。してみりゃ夢じゃねえ。どうしたことと、なでまわし。はい、では左手を入れてください。ここに左手を入れてください。で、人形の顔を持ったら今度右手で足を入れてください。長い方をこの真ん中の輪に取る。では人形を持ちます。左手を振り、はい、手を振ります。はい、今度は左の方へずっと向きます。左に向きます。左に向きます。はい、手を振ります。はい、お母さんたちに手を振りましょう。ありがとうございました。